お疲れ様です。山田クです <laughs>、えー。なんか、いきなり席がね、絡みましたけども、皆さんね、お風邪など引か,かないように、一、えー、週間、えー、ね、お待たせしました。お耳におっすということでね <laughs>、全然 <laughs>、あのー、お耳におっすっていうね、あのー、キャッチフレーズでちょっとやってみようかなと思ってますけども。はい、えー、お疲れディオですけども、 あのですね、なんや、ワンダーウーマンが面白かったという話は、後々に <laughs> しますけども、えー、あの、iPhone をね、あの、落としたんです。もう、年末、もうろくなことがない。まあ、いいこともあったんですよ。いいことはね、あの、ちょくちょく、あの、ちょくちょくっていう言い方がちょっと、あれやね、まずったな。 えー、しれっと実は僕、あの、食事制限してまして、しれっとね、あの、もうこの番組でお疲れるようでも、いつも山田ジャックね、えー、スポーツジムに通っては、全然あかん、レコーディングダイエッとしてはあかん、言うてね、なかなか体重落ちなかったんですけど、実は11月1ヶ月、えー、1ヶ月半ぐらい前から、ちょっとね、食事制限をやって、なんとなくそれが続いたんでね、 えー、久々に体重測ってみたら、なんと、あのー、何十年ぶり、下手したら、15年ぶりぐらいの二桁に戻りまして、よかった、<laughs> これはいいことやろ、やったー、思桁に戻ったー、思って、えっ、ていうことは何キロ痩せてんのって言ったらね、えーと、ちょうど、ジャスト10キロですね、10キロ落ちたんですよ。 ほんこなうね自分でもあ、そういえば確かに最近ちょっとなんか T シャツゆるいなとかね、ちょっと体感はあったんですよ。ほんであそうかほな これ前までパツパツやって着られへんかった服着れるかなとかね思ってきたら入ったりとかそういうなんかちょっとした嬉しさがあってねうんでも夜中とかも僕ツイッターでも上げてたからもうおっさんのそんなん見たないでってねおっさんのファッションショーなんか見たないねんと思うねえそのフォロワーさんいっぱいおるんですけどもこっちは嬉しいもんやから あの、今まで入れへんかった服を夜中に、大概こんな思いつくんで夜中やねんな。あの夜中にすることがなくて暇やな思った時に、あ、あれちょっと整理してあの服出してみようとかね、ぼんやり思ってごそごそ出して、で、パって羽織ってみたら、切れるみたいなね、そんななんかおっさんのちょっとした幸せえー、みたいなのをね。 な、これは、ちょっと、ツイッターに別に、あげんでもええのにね。やっぱこう、芸人って言ったらおかしいけど、こう、こういう職業、職業やってたら、なんかこう、報告じゃないけども、みんなに見てもらいたいいう気持ちになんねんな。うん、ほんで、あの、自撮りしてね、おっさんが。で、乗せたりとかね。そういう、前たらもう、どうでもええ。もう、ほんまに、俺のオナニーですよ。ねそういう、え、ことをやって、<laughs> ね ちょこちょこ写真上げてましたんや。うん。ね、そ、んで、なら、こう、そういう、なんていうかな、励みがあるから、あのー、ちょっとほら、僕自転車持ってたんですけど、もう全然乗れへんくて錆びついてて、整備士やなのも乗られへんぐらいになっとって。うん。なら、まあまあ、このね、ちょっと体重落ちてきたのに、拍車をかけて、えー、ね、今までバイクで行ってたところちょっとこう、 あのねえー、自転車で行った方が、もうちょっと痩せれるんじゃないのかとか思うようになって、でまあ、年末やしいっそのこと、じゃあちょっと整備出そうっていうことで、あのー、ジャイアントっていう、ね、メーカーの労働、労、え、働、ー、じゃないな、あれは普通の、まあ、まあちょっとした、まあ、なんていうのバイク、バイク、バイクかさあのー、自転車。 それを、あの、ちょっと、友達の自転車屋さんにね、整備してもらって乗れるようにしたんですよ。ねえ、ほんだら、それが久々に自転車乗ったら、あれやね、あの、自転車ってしんどいね。もうこんな僕バイクに甘えてる生活やから、もう自転車が汗び、この真冬に汗だくなるぐらい、 あのね僕夏、この夏ぐらいにあのずっとジムに通ってた時期があって、その時にずっとあのエアロバイクっていうの、あれ1時間漕いであ汗だくになってっていうのをやってたんですけども、そのジムにあるエアロバイクっていうあのマシンとは、また違うやっぱ、やっぱり普通の街というか、普通の道を自転車で。 走るっていうのはこう平坦もあるし、いろんな G がかかったりとかして、やっぱり街で普通に自転車乗る方が何倍もしんどいね。うんで。 うわー結構筋肉痛になったりとかして、うわこれちょっときついなぁ、とかね、思うんですけども、まあ、これが一番体に効くんやろうと思ってね、今、まあ、乗ってるんですけども、ほんで、まあ、乗り出したら乗り出したで、ちょっと面白くなって、その整備出して帰ってきた日に、えー、ちょっと街をね、えー、しんどいながらも、ちょっとこう、二駅、三駅ぐらい向こうまで自転車でちょっとぐるぐるしようかなぁって勝手に思ってね、 でまあ、のに慣れてへん、そのスポーツタイプのああいうサイクリング、自転車乗って、ふらーっとこう、行ってたわけですよ、うん。で、なんやろ、ポケットにね、アイコス、僕、タバコ吸うんで、アイコスを入れて、携帯も入れて、でこう、あの独特のあのほら、 ああいう、なんていうロードバイクっていうのああいうバイクの,の乗り方ってあるやん。ちょっと前かがみになって、ね背、背中がちょっとこう、なんていうかな、丸まってみたいな。あの体勢がまずしんどいねんけど、えー、それでずっと走っとって、ほんだらね、あのー、どっかね、あの、その、わか、わかるんです自分でも。なんか、カチャーンって言うたんですよ。なんか、お、音したんです。 で、あ、なんか落ちた。で、俺の中でようね、まあまあ落とすのが僕、アイコスの本体をよく落とすんで、あ、アイコス落としたと思って、パって手、あの、その、ね、えー、ポケットに手突っ込んだら、あるんですよ。あ、あるわ。ほななんか自転車のなんかちょっとした、あのな、段、段に上がった時の音やったんかなーとか思って、そのまま、あ、あるわー思って、そんなにバーっと確かめもせずにずっとまあ、そのまま、 ね行っちゃってで帰って家帰ってえー、ねちょっと汗だくなったからちょっとこう汗拭いてほってしててさなんかちょっとねツイッターでも見ようかなー思ってパッて携帯探ろうかなー思ったらあれへんねんあれ携帯ないぞーって思っていや多分あん時のガチャやわー思って。 でそっからもう、2回目はね、もう自転車で行くのめんどくさいから、バイクに乗り換えて、だいいたあのカチャカチャーンと落音したところを、こう、ばーっとたどってんけど、ないねんな、これ、もうこういう時に限って、うわ、もうないわ、もう頼むで、年末、もう携帯なくすって言うて、でその足で、えー警、警察行って、近所の交番に行って、 携帯なくしました、言うて。うーん、なんだもう細かい話やねんけど、俺ね、その iPhone SE っていう、あの、ちょっと古い携帯なんですよ。で、その SE の、あれ、携帯落としましたって言ったら、あの、あれやね、ロックかけてるか、まあまあ、それは聞かれるわ、かけてます。あ、ほな、まあ、まずは安,安心やね、言われて。で、 どんな携帯ですか ?iPhone SE です。iPhone SE ってこう、なんかこう、長所みたいに,何に書くわけですよ。で、あの、なんていうんですかえー、パってつけた時の、あの、電源つけた時の、あの、画面画、画面って言うんですかあの、なんていうのあのロロ、ロック画面っていうか、あの時のその背景の絵はどんなんですかとか、そんなまで聞かれんねんね。 <coughs> うんうん、ね、<laughs> いやいやそんなん聞かれる思って <laughs> でも俺もう <laughs> でもね <laughs> あの僕これあ,あれやねんけどな,なんていうんかなおお俺あの <laughs> こ,れこれちょっと <laughs> ほんまにあかんねんけどもあのたまたまね たたまたま僕そ、イベントでね、写真を使った、あのー、ビッグベンの義足の <laughs>、これ、あかんやろ <laughs>、あのー、車椅子に撮った写真を、なんで俺、あんなん待ち受けにしてんねん <laughs>。 本場 <laughs> これ偶然やねんな。たまたまそれをね、自分、自分の中の面白感じで、えー、待ち受けにしてたんやね。うん。で、警察行った時に、待ち受けどんなんですか言うから、いや、あの <laughs>、 いやーって俺言いにくかったらあの彼女のですかとかおあの女性のタレントさんのとかいろんな,なんか風景のとかそういうのしてませんかって言うからあのあのもうおっさんの写真を <laughs> おっさんの写真を <laughs>。 おっさんのって、おっさんってどういう感じいや、あの、友達の、あの、ビッグベンっていう、警察の人にビッグベンっていう、あの、義足のやつがおって、なんでそんな説明すらがんねん、ほんま。それ、それが今、待ち受け画面です、んかも書きにくそうに長書のところにメモってたわ。ビッ、ビッなんてビッグ、ビッグベンみたいな感じで。 ほん <laughs> であの、ロック画面外したらその画面になります言うてね、でもう、ま、かほんまに神様のいたずらやで、このタイミングでと思って、うんで、あの、なんや、あ、えー、あののなんていうのあの携帯携帯番号ももちろん控えられて、うんであれですね、あの えー、僕、まあ、まああ携帯、僕の番号に1一っていう、あのーねえー、080、ふんふんふん、1、ふんふん、一みたいな、1がまあまあ連発するんですよね、僕の,けあの番号ってで。あれ、警察あるあるですけど、あれ、面白いねいね、警察の人って人、えー、警察の人って独特の読み方すますよね。あのー 携帯、あの、その僕が言った携帯番号を、その本,本部かどっか、ね、違う警察署にと届け出てるかどうかっていうのをね、聞くときに、なんかトランシーバーみたいなんで、あのー、落とし物携帯の番号いますね。080、07、人、87、人みたいな、なんか、1のことを人っていう。 <laughs> あれあ、なんか警察らしいな、これって思ってね、まあ、今,今ね言った電話番号は出たらめですから、かけても出ませんよね、うん、でも、位置のこと、人、えーね、っていうのがちょっと面白いなと思ってね、見てました。うんね、ほんで、えー、まあまあ、携帯ね、届け、まあ、で出てで、帰ってきて。 それがね、まだね、昼前やったんかな。11時あ、12時ぐらいかな。お昼ぐらいやって。で、これ、出てっけ。まあ、そのね、1日。ほんで、俺、その、携帯ってね、やっぱりいろんな連絡で僕いるんでね。結構こう、もじ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 してて、な、なかってこれ出てこへんかったら連絡つけへん人とかも出てくるし、どうしようかなって思っとって。 うん、で、出てけえへんってなって、えー、まあ、もうちょっと待とか、誰か拾ってるか、みたいな感じで、で一応、なんかね、落とした瞬間に割れてて、なんか分解とかされてたら、絶対つながらんやろうから、一応かけてみようと思って、家電からかけたら、つながってね、えー、つながってっていうか、普通にプルルルルっていう。 コールはするんで、あ、生きてるな、これ、と思ってね。で、どうしようかな、と思っとって、んで、も夕方ぐらいまで待ってんけど、全然出てこうへんから、もうあかんわ、これ、と思って。えー、もう、まあまあ、SE、古い機種やし、もう、買い時か、と思ってね。あのー <coughs>、行ってきたんですよ。もう、携帯、変えに。うん。だから <coughs> まあ僕 iPhone っていうのを使ってるんですけどあのー、ねもう今の iPhone ちょうど僕が行った日ぐらいになんか新しい、えーね、iPhone ミニみたいな使いやすいサイズのね小さいサイズの iPhone えー、何12なんか。 みたいな、そんなんが発売したり、えー、プロとかいうのがは、なんか要は、一番新しい最新機種ですわな。えー、そんなんがあるよ、言うたりとかしてね。うん。で、<laughs> あのー、まあまあ、なんやろ、もうおっさんやねんね。俺もう、その、最新の機種っていうのに、俺、すごく、もう怖いねん。使いこなされへんかった、どうしようって。うん。 SE なんてもう、ねさ、3、4年前の機種やからね今今、もっと前かな、5、6年前の機種かな、iPhoneSE、俺が使ってたやつなんて、そっからその最新の iPhone12 になるのはこ怖いんですよ、もう、ほんで、ホームボタンがないっていうことを聞いて、なんなんなぬーみたいな <laughs> あの、え、もう今のホームボタンないんですか言うてね。うん なんかこう困った時にホーム、ホームボタン押したらなんか元に戻るみたいな安心感があったから、それがないってどういうことみたいなになって、えー、もう、な、こう、なんてうん今、今まあ手に入る、えー、機種変更できる携帯の中で、一番古いやつでお願いします、そう言うてね。うん、一番、 古い方でって、もうその一番最新はさ、嫌なんですよもう、もう。あの、ね、最先端とかっていう恐怖、最先端恐怖症っていうのがあるけど、俺は最先端恐怖症みたいな感じで、あの、もう一番もう新しいのは怖いんですよ。で、できるだけ古いやつ、できるだけ古いやつお願いします、言うて。 なら、ちょっと倉庫見てきますね、言うて。で、で、出してきたんが、ギリギリ iPhone 11。だから、11。もう、それでも俺ん中やったら、10、SE から11までかなり離れてるからね。えーっていう、もう11、11? もう、最新ちゃいますの12の前ですや、みたいな。もう、あもう何、iPhone 何なんか、わか,からんけど、 8, 8とか、そんなんないんですかとか、SE がだいたい iPhone5、6らへんやと思うから、うんね、8ぐらいないんですかったら、いや、もうないです、もう11です、そんなジャンプアップいらんねん、思いながらね、でも,も、これしかないって言われたから、もうじゃあもう、11で、言うて、その現状の中の一番古いやつでね、うん、契約しましたけども。 で、で、フォームボタンないし、もう、で、あの、元がね、あの、普通そういう、なんていうんですか、携帯、今まで使ってたやつがあって、で、新しくやったやつに、こう、移行す、移動するのにね、いろんなアプリのやつがね。えー、それも、元のその携帯があったらできるんですけど、俺の場合、特殊な、えー、感じでね、落としてない状態での、えー、機種変異だから、 もうその辺、その辺はもう自分でもやってもらわないと、いちいちアプリ落として、もう一遍その、ね、パスワードとか入れて入って、えー、ログインしてっていうやつをいちいちやらないとダメですよ、言われて、うわ、めんどくせえ、とか思ってね。でもそれ、帰って、もうもう年末はもう、ね、iPhone に捧げようと。これを使える iPhone にするのに、ね、もう、頑張ろうと思ってね。 うん、気長に、これ、この iPhone 使いこなせるようになろうと思って。で、家帰って、えー、ちょっとこうね、iPhone と戦ってたわけですよ。えー、まずは、その、俺、PayPay でお金入れてるから、それ戻さなあかんわ、思ってね、もう、あの、悪戦苦闘しながら、もう、おっさんがね、 えー、アプリいちいちこうアプリダウンロードしてもうパスワードもう忘れてるから、ね、パスワード忘れた方へのとこ行ってパスワードリセットしてみたいなもう,もうややこしいやつですわあれしとって。うん、で、えーね、あのもうあそれでもう三四時間34時間なんかすぐ経つねあんなのしとったら。 機械いじっとっとたら、うん、ほんだら夜の10時11時ぐらいに電話鳴って家の家電がプルルルってなかなか俺のねおとんと2人暮らしやからなかなか10時11時に家の電話が鳴るってことはないんですけどね何やろうと思って出たら「携帯落としませんでした」みたいな感じで言われて「え、ね、<laughs> まさか」<laughs> みたいな <laughs> あの「落としました」 あのー、ひ拾ったもんなんですけどでで出てきたみたいなもうクソそ, <laughs> そ,その iPhone もしかしてあれですかどっか割れたりとかしていろいろ傷ついてますか?」って言ったら「いや全然どこも割れてませんよクソ使えるやんけ」って思って。 <laughs> もう、機種編した後や思って、もう、くそ思って、もっとはよ、その人、ねまあ、その,、ねまあその、嬉しいんやけどね、ででまだデータとか、どうしても僕、小説とかね、まだ、いろ全然、こう、発表、未発表の小説とか、そういうものとかをい、あの僕、メモっていう機能に僕、ずーっと書いてって、 んでね、そんなんとかもうなくすの嫌やったから出てきて本当にありがとう拾ってくれた方ありがとうなんですけどもねえー、ちょっとあのもうちょっと早く <laughs> 連絡してくれたらなって、えー、思ったんですけどねまあまあでもうれしいしいんですけど、うん、でえー、もうもう紀州圏したあとやから今現在 だからねいつもこのお疲れでュやりながらもこう携帯見持ってあの SE って、ね、片手でちっちゃいから片手で見れるんですよ、こうばーってね、えー、だけど、11はちょっとでかいからああのねあれですわ、えー、ちょっと勝手が悪いんですけども、えー、どうでしょうね、えー、あのお便り、今日も。 来てますかね、うん。ちょっとまだつっ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 つ,っつ,っつっ使い慣れないみたいなね、えー、そんな感じですけどもえーえー、あ来てますねお,たお便りがねありがとうございますはい、えー「全日本正明いつもありがとう」「ジャックさんこんばんは、えー、尿素水がサンタクロースに見えて仕方がない全日本です」 確かにな、見えるよな、尿素水言われてみれば。えー、先週は仕事で、尿素水サンタのこれじゃない階段というプレゼントをいただけなくて後悔してます。ほんまやで。めちゃめちゃこれじゃなかったんから、ほんま。<laughs> ね、ぜひ次回は見に行きたいです。今日も楽しい放送ありがとうございます。いや,いやね、聞いてくれてありがとう。はい。あ、全日本正明、またね、えー、来てますね。2, 2個目の。 1> えー、m 1を、うん、10年ぶりに見ましたが漫才師のコマーシャルっぽい感じがしてなあお前ら面白いやろっていう圧力を画面越しから感じてしまいましたまた、えー、視聴者もお金払って出てる、えー、漫才師の興行行って応援しようよと思いましたとなるほどね。 えー、そうやね、うん、m 1ね、僕、あのー、まあまあいろいろあって、ちょっと引っ越し、あのじあの実家に帰りましたんでテ、テレビがないんですよね、俺の今の家にはね。えー、で、まあまあ,あー、そないね、熱心に僕、m 1を見る、m 1か。 1> <laughs> m 1の話か <laughs>、まあまあ、ね、お便りくれたから、m 1ね、あんまり興味ないんですけど、まあまあ、一応、まあね、えー、なんやろ、見とこうかな、みたいなね、えー、そんな、別にその漫才自体はき好きなんでね、うん、で、まあ、えー、本番、あれ、9時とか9時半とか、それぐらいに生放送終わったでしょ。 そっから、まあ、1時間ぐらい、夜の11時ぐらいになったら、YouTube に上がってるんですよね。で、その YouTube、俺がたまたま見た YouTube は、あのー、その、ね、えー、番組をそのまま上げてるんじゃなしに、漫才のとこだけ切り取って、で、しかもその、出番順とか関係なく、 もうそのね、多分編集したやつからポン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 と上げていった感じがするね、そういう出し方で、えー、M1 のネタだけがバーッと上がってたんですよね。うん。で、今回僕はそういう形で M1 をそのエントリーナンバー順とかその出番順とか関係なく えー、しかも、その、あの審査員、どこどこの m 1といえば、あの審査員の方々の <laughs> ね、えーそ,まあ、そこも見どころ見所の一つじゃないですか、m 1って。でも、それも今回は僕、見ずに、もうネタだけを、もう単純に、えー、追わしてもらって見さ見、見させてもらったんですけどもね、YouTube さんで。うん、あのー 僕基本ネタが好き、ネタというかそういうものは好きなんで、あのー、単純に面白かったですよ。あのー、あの、なんていうのこう前振りとか、そういうのがないんで、もう、YouTube には、その、ね、えー、バーッともう、なんていうんですか、そのコンビ名が出て、あのギギガン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 が出て、はい、どうもから始まって、ネタ終わったらバーンとブツって切れて、みたいな。 えそんなやつ、だからネタを純粋に見えるという感じで YouTube で上がってたやつを見たんでね。ならね、もうその、僕はその方が良かったんですよ。審査員とかのその、まあまあ審査員は審査員であれはね、もうそういう、なんていうの、仕事ですから。 ね、嫌なことも、その、買って出なあかん仕事なんはわかるけど、僕はあんまりその、ひ人の評価をする、その、評論的なものがあんまり好きじゃないんで、あのー、ね、それにす、好きじゃないっていうか、僕はね、ミーハーというかあそ、ダウンタウンの松本さんがそんなん言うんやったら、それがそうなんやろうな、みたいな感じのことを、ミーハーなんで思って、 すぐに影響される立ちやから。だからあんまり僕そういうのを入れない方が僕としてはいいんですよね。うん。で、えー、だから今回僕その審査員の人たちのそういう目線での上沼恵美子さんとかのそういう目線での批評みたいなね、を全くそういう絡みを見ずに、えー、ネタだけを見た状態なんです。 うん、だから、あのー、純粋にねあ面白いなと思ってもあこれ俺このネタ好きって思ってもその後審査員の方がいやーちょっとどうのこうのって言ったらあっ あれ、おもろかったのに、このネタおもんない風になってる。あ、ほな俺が間違ってたんか、みたいな。ま、あの、お笑いに間違ってるもん、ま、正解もないのに、なんかそういう、あ、俺の、俺、俺、間違ってんねや、みたいな、そういうノリになってしまうのが嫌なんですよ。うん。だから、誰、お笑いなんて誰が見ても誰が批評してもええし、まあ、批評するもんじゃないと思ってるけど、誰がどういう見方をしてもええと思ってるもんなんで、あの、うん。 あの、ね、あまり人の意見気にせずに自分はこれが面白かったなっていうのを言えばええと思うし、言えばちょっとおかしいけど、まあ、言う必要もないけどね、まあまあ、これが好きやなって自分の中で思ってたらいいんちゃいますうん。あのー、もちろん優勝したマジカルラブリーとか、えー、あの辺は俺も笑いましたし。 あの面白かったですよ。なんか悲劇っぽい感じがして面白かったですけどね。えー、だけどまあ僕はですよ。僕はやっぱりあのニューヨークが一番僕的には好きなネタでした。はい。えー、<coughs> あのねちょっとあの今のご時世をねちょっとこう皮肉った感じのねあのああいうネタが あ面白いなと思って、俺は好きやなと思って、えー、だから僕そのは、はっきりとした順,順位がいい、今この段階でも俺、あのそれは優勝その、ね、3位までは分かるじゃないですか、あのー、第2ラウンドがあるから、でも4位から10位までの,あの順位って僕はあんまり分か,分からないし、その順位にあんまりとらわれんとこうと思ってるんで。 ね、その、僕がいいなと思ったニューヨークが、ね、何位になってるのかはわからないですけど、僕は、あの、ニューヨークのネタが一番好きでした、ということです。えー、あの、今回の僕のね、その YouTube で見,見た、そういうネ,ネ,ネタだけをもう純粋に楽しむっていう見方は僕、ちょっと面白いなと思ってね、えー、うん。<coughs> あのね、こ,こういうこの方がネタを純粋に、ね、何のあれもなく、えー、見れるなと思った次第でございますはいえー、連邦の白っぽいのさんありがとういつもね、えー、ジャックさんお疲れ様です最近、えー、地域 FM が録音できる新兵器を入手しましてえそんなんあんのや え o ユーチューブにアップされないカマンクボの壺や <laughs> 目オつじる子も聞けるようになったのでなったのですしかしこないだのカマンクボさんクリスマスぶち壊し企画はすごい迫力でしたもちろんジャックさんもぶち壊してくれますよねということですねん、まあ、クリスマス企画 したみたみいですねカマンさん僕ちょっと聞けてないんですけどねあのまあまあ,あのぶち壊しますよとは言うてましたわ、うん、ねええー、ほらここで僕あれですよこれこの「クリスマス」というキーワード 6時30分、ね、30分間僕なしで来ましたからね。僕 <laughs> クリスマスの話題を今日は全くせんとこうと思ってたんですけど、このね、もうお便りでクリスマスというキーワードが出たんで、これは読まなしゃあないんでね、えー、クリスマスという、えー、キーワードをついに出しちゃいましたけども、えー、ああ、そうか、今日イブや、ね、イブなんですよ、皆さん。 ね、ええ、あ,あはいはい、ええー、もう、何も言うことはない。<laughs> 普通の放送を <laughs>、あのね、お送りしようかなと。あの、普通ないつものね、クリスマスイブやのに全然クリスマス感ない、ええー、ね、ラジオをするっていうのがぶち壊してるかなと思ってね。えー、そういう感じにしたろうかなと思ってたんですけどね。うん。ええー、 ねえー、まあこんな感じですかねお便りの方は今のところね、うん、これねちゃんとこうガチャガチャ言うてるねチェックしとかな先,先,先週カマンクボさんがゲストやった時もねホリデスさんの,ラジあの、えー、お便りをね僕ちょっとあの見逃したんですよねあの そう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 ですわねさあえー、ちょこちょこね片手で操作できなくなったっていうのがちょっとねつらいとこなんですけども、うんえー、この前にあのー、まあそのカマンクボさんのお店でねあのーえー、まあまあ若い、まあ、僕からしたら若僕一人であのー、ね 僕の一人で飲むっていうのは、あれですよ、あのー、アイスコーヒーのことなんですけども、<laughs> あのー、お酒飲めないんで、あのーねえー、カマンクボさんの、ねえー、居所やおせっかいで、うんあの、一人でアイスコーヒー飲んでたんですね。だまあまあ、あのーまあ、クリスマスも近いということで、えー、一人の女性がいてまして、うん で、まあ、あ、他のお客さんとかも少なかったんで、まあまあ、あのー、カマンクボさんがね、う促して、俺の横というか、まあまあ近くにちょっとこう、そのお客さんを促してくれて、そのお客さんも、こんなおっさんのね、もう俺なんかすぐ卑つやから、もうこんなおっさんの横に来させられる、その女の人も嫌やろなって。 もう思ってしまうねんけども、別にその人は普通に、あ、こんにちは、みたいな感じで、俺の横に座ってくれたんで、あ、こんにちは、みたいな感じでね。でも、こう、なんやろ、あんまり、こんなね、ラジオで喋ってる俺ですけどね、俺ね、人見知りなんですよ。あの <laughs>、ほんまやねん、俺全然あかんねん、あの、そういう、そういうのって。んでね、 あのなんかその女性が彼なんか彼氏おれへんらしくてでなんかあのまあまあそういうでカマンクボさんもねあの,あのカマンクボさんっていうのは面白い人でねあのね <laughs> その話をちゃんとするとその前にどうもそのおじさんお,おじさまがねうん まあ40代、50代の俺らぐらいのお,おじさんってね、前も言ったけど、そういうちょ,ちょっとした政治の話とかああ、そういうのが好きなんですよ。で、そういうお酒飲んでいい感じになったら、すぐに、なんかそのね、世界情勢の話をして、えー、で、口論してみたいなね。で、それを、そんなんがあって、で、かまんくぼさんが。 あのも,ねえー、もちろんお客さんにはそんなもうこ、うん、お客さんやからそんな言いませんけども、そのうん、私は、ねそのい、いろんな意味を含めて、私はあんななんかそういうね、えー、世界情勢とか政治の話にもし、あのそのお客さんに話しにプライベートの,このなんかクリスマス、例えばクリスマス近い、じゃあ、なんかデートでディナー誘った。 そこのディ,ディナーをご飯を食べてお酒飲んでるところでそういう世界情勢の話とか政治の話とかそんなことをされたら私びっくりしますわみたいなことをね引きますわ的なぐらいのことでカマンクポさんが言う,言うたんですよ。ならほんならねなんかその若い女性がねえ ちょっとなんかインテリなんかな、私大丈夫ですよみたいな感じで、ちょっと言う、カマンコさんに、ちょっと対抗じゃないけども、私はでも大丈夫ですよ、例えば、そのね、あのまあ、政治の話じゃないけどなな、なんか、例えばこう、今ね、ほら、えー、トランプやバイデンや言うて、まだちょっとどっちが大統領になるとかって、揉めてるじゃないですか。 だからこういろいろそういう話の中で、そんなんバイデンになったらどうのこうので、えー、戦争になるでみたいなね、えーまあ、そういうところまで、えー、あの拡大解釈して、えー、なんかそういう政治絡みから、なんかもう戦争になったらどうのこうのみたいな話になったらしいんですよね、そのお,お,お,おっさんらがね。 そんなんディナー行って、えーね、世界情勢の話から戦争の話とかされても嫌でしょうみたいな感じになったら「いや私はや知らんからそういうことを教えてもらってへえそうなんですね」言うて「聞け,聞聞けます戦争の話大丈夫です」言うて言うたんですよその女性が「あそうなんですか」言うてでカマンくボさんやらしいから「 パって、じゃあ、えー、ジャックさん、お話ししてください。みたいな。急に、そのタイミングで俺にパス投げるみたいな。あれちょっと待って。俺、戦争の話せなあかんとみたいな。その、お,お題としては、クリスマスディナーに誘って戦争の話みたいな。そんな、なんかお題あげられたみたいな感じで。その、 パスみたいな、来たーみたいな感じになって。どうしよう思って。俺も、そんな、俺自体が戦争の話とか、そういう世界情勢の話、千円からさ、クリスマスに。ほんで、まあ、若い、え、な、30、30ジャストぐらいの平成生まれの子ですわ。その子。急に俺パスになって、緊張してもうて、あ、どうも、言うて。で、で、 その一連の話があるから、俺もなんとなく軽く、ああ、ディナーとかクリスマスとかにディナー行って、あれですか、戦争の話しても大、戦争とか世界情勢とかの、そんな話大丈夫なんですかって言ったら、ええー、私は大丈夫です。へえー、って、あの、知らん話とか、あの、勉強になるなと思って聞けるんです、みたいなことか、こと言,われ言われたから、俺、どうしようと思って、えー、えーえー、って、クリスマス、戦、 そうやからもうシャーナカその女性にあの「戦場のメリークリスマス」っていう映画知ってますあのビートたけしがね「<laughs> <laughs> メリークリスマスミスターローレンス」って言うんですよっていうさ。 <laughs> どううしようもない <laughs> こんな似てないモノマネつきで俺あのた,たけしの戦場のメリークリスマスのメリークリスマスミスターランスっていうやつを <laughs> その平成生まれの子にやってドン引きされて <laughs> もう最悪や言うて <laughs> それあ,あ、それはちょっとわかりませんって言われましたから <laughs>。 <laughs> お前さ、お前知らんこと教えてもらったら喜ぶんちゃうんか <laughs> なそうやったらビートたけしのミスター・ロレンスも、あしあれ、あそうなんですね聞けよ、あそれは知りませんそ、みたいな感じで、あっけなくスルーされて、もう困ったわー、思ってね、あのあ、あったな、そんなちょっと前に、もう、頼むで、言うてね。あの ねえくっはもうもうそせで、ね、そ,その話ができたらもうむちゃくちゃねええー、<laughs> 話弾むんですけどもまあ僕も僕もねもうダメですわほんまああねえ <laughs> <laughs> そんなよくよく考えたら俺があかんねんけどな初め12回をたじょ、えー、若い平成生まれの女性に <laughs> 坂本龍<隆>一と <laughs> あのね、えー、ビートたけしのその辺の説明するねそれ辺あの辺まあ、あかんのですけどねえー、まあまあ、えー、惹かれたというね、えー あそれはいいですみたいなね、<laughs> あのことを言われたいう話でしたということで、えー、<coughs> あの、まあ、映画続きで、あのー、ね、あれですけども、あのー、ワンダーウーマン、僕、見に行ってきて、えー、あのー、コロナ、コロナにね、 あのまあまあ、えー、今年の3月ぐらいですかね、あんだけコロナ、パニックというか、うわーってなったんがね、で、僕、それまではちょこちょこ映画好きで、まあまあ、そんなむちゃくちゃ映画マニアいうわけじゃないけど、劇場にも足を運んでたぐらい、まあまあ映画好きな方なんですよ。でちょうど 3月ぐらいコロナのことうるさくなってきたなーっていうちょっと前にあのー <coughs> えー、ハーレー・クイーンっていうね、えー、映画をあのーねえー、バットマンの、ねえー、ライバルのジョーカーというのがいるんですけどもそのジョーカーの <coughs> アメリカンコミックですよ。<coughs> ね、それの えー、DC コミックいうのがありまして、それのね、スーパーマンとか、バットマンとか、えー、その辺の、えー、流れを組んでて、まあまあ、そのジョーカーの、えー、恋人役みたいな設定で、ハーレークイーンっていうのがいたんですけども、そのハーレークイーンがちょっとスピンオフみたいな感じで、うん、ちょっとこうスポットライトを浴びて、<coughs> えー、ハーレークイーンだけの単独の映画ができたわけですよ。それをこう見に行ってきてきあ 面白いな、良かったなあと思って、多分このお疲れデオでも言うた話したと思うんですけども、その後も、もう数日後にコロナパニックになってもうて、そっから僕ずーっと映画行けてなかったんですよね。うん。一時期ね、映画館も閉鎖みたいになったりとかして、いろいろね、あの、もうその上映する映画も来なくなったりとか、 延期延期とかになって、うんで。で、このちょっと前に、まあ落ち着いて映画、映画館も今まだ、もうちゃんと営業してますせーぐらいになった時に、えー、まあね、ディスタンス保ちながら営業してますせーぐらいの時に、だから、鬼滅の刃、刃、ね、鬼滅の刃を、 えー、見に行ってきたんですね。うん。で、まあ、もう、あのー、ほんま、えー、き、きめっていうらしいですね。鬼滅の刃を面白いって言わなあかんみたいなムード、空気、このね。えーね、確かに面白くない。 って言読んだら読んだで面白いし見たら見たで面白いし、うん、っていうのでまあまあ僕も、まあ、映画見に行ったんですまあ面白い面白くないわけがないから面白いですよでまあまあ面白いって言いますわなここでもね、えー、よかったよでもなんか自分の中でうんみたいなうんみたいなまあ面白いけどみたいな なあ、ツイッターで前田明さんがさ、あのー、そのこの空気の中、もう、何があんなおもろいねん、みたいなね。あんな子供騙し、何がおもろいんや、みたいなことをバスーン言うて、ツイッターで言うてくれて、うわーっと、なんか俺も目から鱗が落ちたように、よう言うてくれました、前田明、さすがキャプチュード、みたいなね、えー、そんな感じになって、そやんなと。 改めて考えたら、いや、面白くないわけじゃないけど、そこまでもう、もろ手を挙げて、おもろいですっていう映画でもないよなっていうことになって、それはそれでもう俺も怖がりだから、なんかこうね、えー、もうなんかこう、もう叩かれるのとかあんまり好きじゃないから、でもまあまあ、それでも言うていこうと思ってね。まあ、それほど、別にもう、 ね、そんなにそなにこう、ハマるわけでもなかったですわ、ぐらいのことは、俺は言うようにしてるんですよ。うん。で、この前ね、ワンダーウーマン、えー、見に行ってきて、1984って言っては、1984年のを舞台にね、だからちょっと僕らからの年代にしたら、ちょっとレトロな感じで、ああ、俺が、 子供の頃こんなんやったな、いうアメリカのね、えーあの、ローラースケートとか履いて、えー、街を行く人とかね。うん。なんかそういう。 風景が、あのー、なんかロケット博物館とかがあったりとか、そういう、なんかそういう、なんか80年代、あ、こんなんあったよなってね、もう、その、ね、えー、大阪でも、あの、なんにロケット広場ってあったじゃないですか、懐かしいでしょロケットあったりしたやん、いろんな、なんかそういう待ち合わせ場所とか。あんなんて、なんかそういう、なんか、ちょっと古いよなっていう感覚あるやんか。 あんな感じでそのアメリカの84年代もそういうね、ま、なんか街のみんながたまるショッピングモールみたいなところにロケットがあったりとかして、あーなんかこの雰囲気わかるわかるみたいな、うん、80年代やな、みたいなね、えー、ノリをこう、舞台、それが、えー、舞台になってるんですよ。で、そこでワンダーウーマンが活躍するっていう映画なんですけども、あのー、 鬼滅の刃の10倍おもろかったわ。<laughs> もう、もう,う、あの、ワンダーウーマンの方がおもろい。あの、これは俺は言いますわ。あの、全然ワンダーウーマンの方が10倍は面白かったですね。えー、よかったわーと思ってね。うん。やっぱり俺はこっちの方がショーに合ってるわーって思ってね。えー うんそういう思った次第でございます。えー、ねえ、ちょうど今回のやつが、その、まあまあまあ、さっきも言った84年とか80年代のブーム、ね、そういういろんななんか、えー、カルチャーが、 俺、俺がちょうどね、えー、たかんな頃、青春時代と重なって、ああ、この風景覚えてる、こんなん日本でもあった、みたいなね、えー、そんなんがこう、いろいろね、えー、街を走ってる。 えー、車とかもね、えー、トランザムとか、そういうなんかこう、あの形を覚えてるわ、みたいな、えー、そんなんがあったりとかして、えー、あ面白いな、懐かしいな、という、そんな意味でもね、ストーリー含めてそういう目で楽しめる部分にしても、よかったな、と思ってね、あの、なんかそういう、あの、あの、80年代ってそういうほら、なんかムーじゃないけども、そういうなんかこう、怪しげなね、えー、世界遺産的な、なんかそんな、 なんかどっかの秘宝みたいな、そういうオカルト的な話とかも流行ったじゃないですか、あ,あんなんとかも含められてて、ああ、あの辺の時代に生きた俺なんか、精神たかんな頃を過ごした俺なんか、ドンピシャではまる映画でした,映画でしたね、今回の「ワンダーウーマンは」は、うん。そんなんも含めて えー、鬼滅の刃の刃ちゃう刃俺刃って言ってしまうの、ね、に刃の10倍はワンダーウーマンの方が面白かったですということねうん、えー、<coughs> この前ねまあ今日もこの後、まあとえっとあるんですあのー、0, 時0時から噂のラジオってね あの、嬉しいことに、まあ僕先週ちょっと言ったんですけど、まあ僕このお疲れディオやらせてもらってて、で、ラジえーこれ、これはラジオ岸和田さんでやらせてもらってて、イコラジオっていうね、泉佐野の、えー、ラジオでも、えー、桃根咲、咲尊と一緒に噂のラジオっていうのをやってるんです。で、ね、あのー、この噂のラジオのリスナーとお疲れディオのリスナーもね、 だこれ、こう、い、いきい、なんていうん、こう、行き来してくれたらいいのにな、あとね。別に、お疲れ料だけを、こう、まあ、ね、山田ジャックのこの一人語りを、なんか好きで聞いてれくれてる方も嬉しいんですけども、まあまあ、ちょっとね、あのー、山田ジャックの違う一面も見れるんで、えー、ちょっと、イコラジオの方も聞いてみようか、みたいな感じでね。で、イコラジオを聞いてる人も、 このお疲れ料に流れてきたらええなあという、ねえ、ええー、まあどっちも山田ジャックなんで、ええー、どっちも楽しんでいただけたらええなあと俺は思ってるわけですよ。うんで、カタにね、ええー、あの、こっちだけしか聞けへんみたいな、がね、あ,あるのはちょっとなあと俺は思っとったんですけど、この前それを言ったらね、あのー、イコラジオのその、おつ、ええー、ちゃうちゃうちゃう、あのー、噂のラジオのリスナーが、 何人がこっちのお疲れディオも聞いてくれるようになってるみたいな感じのことをツイッターで、えー、発覚しまして、あ、やっぱり言うてみるもんやなと、あの、ちょっと流れてきてこっちのね、お疲れディオはお疲れディオの独特のね、この一人喋りの感じみたいな、ゆったりと、ゆったりまったりとした感じを楽しんでもらえたらなと思ってるんです。うん。で、こっちのリスナーも、 ね、噂のラジオも聞いてほしいなという意味を込めて、今日ですよ、木曜日、えー、この、まあえー、日付変わる0時,0時から、噂のラジオ、イコラジオの方でありますんで、ぜひぜひ、そっちもね、まだお疲れでは聞いてんねんけど、噂のラジオ、なかなかあの聞かれへんねんという方はね、えー、ちょっと0時からの放送を聞いていただけたらなと思ってます。 ええー、ね、あの、いろんなね、<laughs> ええー、食わず嫌いじゃなくて、ええー、こう、いろいろこう流れていってほしいなと、ええー、思ってる次第でございます。<laughs> そんなね、噂のラジオの方でね、俺、もう先生週かな俺もうちょっとね、あるリスナーのことに対して、俺、ほう、生放送中ですよ。完全に俺、笑いの壺に入ってもうてね。 もうあのー、放送中やってなってるのに、俺、あのー、<laughs> プロとしてあるまじき、ほんまに笑い転げてもうたんですよ、涙流して <laughs>。どんだけ笑うんねんて、もう、あのー何、止めよう、止めようって、あかんで、今、放送中やで、もうこの笑い止めなあかんでってなってるのに、もうどん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 ツボに入って。 もう笑ってしまってね、もう、あ,あかんことしたなと思ったんですよ。うんで、それはね、あの、メガネ重い言うてね、その昔、裏堂とんぼりって、僕らがギリギリアウトやってるころに、裏堂とんぼりって僕が名付けた、えー、地域っていうか、 範囲でね、道頓堀のちょっと片隅で出会ったちょっとキャラの濃い人たちのことを僕が写真に撮ったりとかして、えー、発表してた、そういう、まあまあ、こういう珍しい人、今捨て選手権みたいなのがあったんですけど、そこでメガネ重い言う人がおってね、そのいろんなこう、僕が名付けたメガネ重いっていう言葉にはいろんな意味があって、そのメガネが確かに重すぎる。もうメガネがサイズが合うてなくてずれて、 重いねメガネが重たすぎるっていう思いと、もうメガネの印象しかないから、もうガネを、気持ちが入ってメガネを思うとか、いろんなこの思う、思い、思うっていうのを、あのー、ね、えー、意味を込めて、僕、メガネ思いっていう名付けて遊んでた人がおるんですよ。 その人のね、えー、噂のラジオのリスナーに、ちょっとその人を彷彿させる、勝手に俺が思ってるミート君っていうリスナーがいて、その、このメガネのことが、俺メガネ重いと被ってもうてね、もうその瞬間笑い転げてもうて、あの、もう放送にならなかったんですけども。 あの、ミートくんね、えー、悪いことしたな、思ってるんですけど、そのメガネにね、ま、つ割る、ちょっとおかしいけど、もう、ちょっとね、メガネを、もう、その、俺今外したろ、思ってね、もうちょっと罰や、思って自分、メガネでちょっと笑いすぎてるって思ってね、もう、自分でこのメガネを今外して、あのー、過ごしてるんです。何の罰やねん、これ。 ねえ、よく分からんけど、うん、ね、そんな、あの、ねえ、えー、だから、メガネ外しですよ、俺はメガネ外し、メガネ思いに対抗して、メガネ外しに、ちょっと最近なりましたんで、えー、この妖怪メガネ外しのこともよろしくお願いしたいと思います。えー、ね ということで、55分か。ああ、そうか。あの、ね、堺市にね、深いいうところがあるんですけど、そこでね、ゴミ拾うサンタクロースがいるんですよ。ゴミを拾ってね、ありがとうありがとうみたいな、ちょっとね、一ーさんみたいな喋り方なんですよ。ありがとうありがとうって言いながら、ゴミを拾うサンタクロースがいるんです。ほんまやで。 あの、一行さんのね、あの、どんだけのノリで、ありがとうって言いながら、ありがとうって言いながら、ゴミを、えー、拾っていくサンタクロースのコスチュームをした人がいるんですけども、ちょっとこれね、そのさっき言った裏道とんぼり選手権に入るんちゃうかなっていうぐらい、ちょっとこう、んム,ムムムっていう、ちょっと表現難しいけど、 むむむっていう匂いがする人がいるんでねまたちょっとその辺ツイッターとかでも上げようと思ってますだってゴミ拾いながらありがとうって言うてんねんで <laughs> ちょっと面白いやろ <laughs> ね一きごとで言うてんねんで、えー、ねさあ、えー、そんな、えー、感じのことで、えー、今週もえー、ねクリスマスぼっち えー、放送終わります。えー、また来週、えー、次皆さん、大晦日ですよ、年の瀬、本当の年の瀬、皆さん、また生放送なんでね、えー、聞いていただきたいと思います。また来週、大晦日、お耳に会いましょう。山田ジャックでした。お疲れ様です。